なったね。なりましたね、カメラマンさん。そうですね、今日涼しいですね。8月某日。はい、8月某日。今日は涼しいですが、まあまあまあって感じで、ちょっと整体行ってきたんですよ、久々に。体のメンテで。すげえ疲れてたっぽくて、めっちゃこう、マッサージされて今ボサボサなんですけど、すっげえ今リラックスしてます。え、何しますか、今日。え？何をするんですか、今日。これなんだかわかる？国産カブトムシ。違います。それは違いますよ。これはですね、あれです、ヘルマンミヤマ。おお、いつぞやのヘルマンミヤマ。そう、オス結構早く死んじゃったやつですね。そうですよ。で、2セットしててメスすごい元気だったんで、だからかかっててよかったですね。そうなんですよ。これ4月に組んでるんですけども、これ幼虫入れてるんですよね。4月と5月。まあ、それまあミヤマなんで、はい、いいんじゃないですか。そこそこ幼虫、スケースの中で大きくしてるね。まあ、そうですね。これ小分けにあとしていかないのと思ってて。そうですね。ひっくり返して1匹ずつで合計2匹ってことで、大丈夫ですか？少ねえじゃん。だいぶ少ねえや。タイタソウ割り出しだとすると、そういう感じじゃん。いや、最近多いですよ。そうですね。びっくりするぐらいいますよね。うん、言いましたけど。はい。どうしよう、管理が。まあ、あのタイタソウブリードルームしっかりだんだんと拡張してますから。まあでも今地下室ですけどね、夏場は。いいですね、ここね。夏場エアコンなしで地下室置いておくと、はい、なんか地下室でウッディ産んでるらしいじゃないですか。今結構かなり産んでますね。着々と卵増えてるらしいじゃないですか、ウッディの。じゃあちょっとヘルマン見ていきましょう。そうですね、はい、はい、ヘルマンミヤマ。ではやっていく。じゃあちょっと4月1日からのケースやってきますね。おお、あの、タイタソのミヤマのセットのやり方って、おー、待って、もう幼虫いるんだけど、上に。うわ、待って、上にいる。何ですか？いや、仕込んでないです。仕込みじゃねえわ。確信犯ですね。違います。あの、説明しようと思って、要は、仕込んでないですが出ちゃった。いやいや、仕込んでないですって。あ、でもちょっと、これダメですね。ああ。死んでるやついました。干からびてる。あの、水苔入れるんですよ。で、水分多めにしてやってます。ちょっとこれ、出してきますね。上に上がってきてますよ。だいぶいるんじゃ、え？ゴンゴンゴンってひっくり返した方がいいんじゃない？そうですね、そうしますか。じゃあ、ひっくり返しますね。そうですね、じゃないと。一匹ずつ出しちゃったら、どれぐらいいるのか。これで普通だとドヒャーってなるパターンじゃないですか。うわ、多分まだその角にいますよ。ヘルマンミヤマも大成功じゃないですか。これやばくないですか。これやば、もう柔らかピンセットいりませんね。いらないぐらい、もう2例、まあ、ミヤマはねくらいですね。ミヤマはいいですよ。うわ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 、マットの中でしばらく大きくした方が、はい。おうおう、ポロポロいるわ。うお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 うですよ。いや、これミヤマは楽しいですね。在割じゃないから、カブトと一緒でこうポロポロっと。さすがにもうね。ああ、いますね。何匹いるだろう、1セットで。これ今17じゃないですか。おお、いるいる。18。うわ、爆散じゃないですか。やべ、やべ、やべ、やべ。おお、やばいっすね。消す足りないっすよ。足りないですね。どうしよう、ちょっと一旦。おお、おお、おお、うお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 う、ちょっ
とカメラマンさん笑い止まんないっすね、これ。すごい。うわ、うわ。いや、すごい。あ、すごい。あ、すごいわ。うわ、うわ。こんなにいる？もういないんじゃないか？さすがに。1セット目。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これ30なんで27匹です。大成功です。大成功ですね。これまだ1セット目ですよ。はい、ちょっと違うケース持ってこようかな。そうですね、多分足りないですね、ですね、枠が。はい、ちょっと止めてそれまた戻しますね。はい、そうしましょう。確認しました。では2セット目いきたいと思います。これは1ヶ月後ぐらいに組んでる。これ4月の頭で、これ5月の1日ですね。もうさすがに幼虫がいればと思うんですけど、おメスが、おお亡くなり。でもね、結構ね長生きしたんですよ、ヘルマンのメス。お疲れさんでした。長生きしてて相当生きてた。7月ぐらいまで生きてたと思いますね。で、私は何が言いたいかっていうと、実は結構産ませるコツがあって、水苔、マットはかなり加水してます。結構しっかり、本当にしっかり加水して、で水苔を敷くと産卵数がアップするなってミヤマは思ってて。じゃあ行きます。2セット目もう、これはやばい。やばいやばい。ちょっとこれは爆散。やば。多分三ヶ島さんで言う普通なんでしょうけど、我々にとってはちょっとどうしようと思いますね。やばいですね。これ毎回なんですけど、嬉しいじゃないですか、予定取れると。はい。数数えてどうしようってなってますもんね。これ下手したら50超えますよ。ちょっとかけます。50いくかどうか。あ、もういくか。もういく、もういくか。もうそこで27で、これ見ただけで50、13、余裕で超えてる。うわ、なんか空綺麗ですね、今日。今日いいですね。じゃあこっちに移していきます。これでもこっちの方がカレー具合良くないですか。だってこれ最初に組んだセットなんですよ、はい、なんですけど2セット目の方もカレーして、マットかな。マットですかね。何使ったんだっけ。多分マットですよね、これ。多分上に上がってきてたんで合わない可能性あります。いや、合わないことじゃなくて、多分水分量と、あと1回目のセット目中の方までもう水苔入っちゃってたじゃないですか、はい、水苔は食べないですよ、幼虫は絶対に。なるほど。それで糞が増えてたし、うん、あと乾燥してる少し。そうですね。だそれでだと思います。こっちは大成功ですね、はい、うわやべえ、うわやべえ、これやばくない、うん、やべえなこれは。おいおい、でもマットのこれぐらい、実はこれぐらい加水してるといいんですよ。こうもう結構ビチャッとなってます。水分がにじみ出るぐらいまで加水しました。ほら映ってます、これ。これぐらいやるといいですね、やっぱ深山は。じゃあちょっと入れてきますね。かぶってください、うん、はい。数え終わりました。結果29匹2セット目で。合わせて27たす29は56。やばいっすね、大成功。メスのなしポテンシャルが高かったですね。良かったですね。どうですかカメラマンさん。いやー、 大成功じゃないですか。
いや、やっぱり2セット目の方がカレー具合がすごい綺麗に、水分量でしょうね、おそらくマットのですね、おそらく同じマット使ってるんですよ。そうですよね、はい、なんですけど、まあこっちはやっぱり最初に組んだセットだけど、あんまり正直あんま容量大きくなってないんで、ちょっと水分量足りなかったかなと。こっちはやっぱり水分量も良かったですね。結構しっかり加水しました。はい。いや、これ美山のうませ方、本当にマットの水分量とかが肝だと思ってて、あと温度帯ですね。まあ20度ちょっとぐらいかな、20度前後ぐらいで管理してたかなって感じです。見ました。大成功ですか、ハイタソン、やったな。でも美山、これ今から56ボトル56ガラス瓶に移さなきゃないんですよ。そうですね。じゃあちょっと幼虫ね、噛み合っちゃうんで美山戻しますね。はい、最初半分マットを詰めたら、その半分っていうんですか、半分入れます。ちょっとこれは大成功でしたね。大成功すぎてちょっとびっくりしました。いや、ブリブリですよ幼虫。ちょ、カメラマンさん、これは大変なことに、タイトソー管理が恐ろしいことに。頑張ってください。え、うちのブリードルも見ましたでしょ。見ました。ちょっともう大変なことになってましたね。ただあの後もカブトムシの幼虫の、セット続いてるんですよ。うちもネプチューンだけで、タイトソーさんとほら、はい、リホちゃんの割り出し40でしょ、はい、あのあと別系統のネプチューンもブリードして卵取れてるんですよ。はい、多分ネプチューンだけど、おそらく軽く60匹くらいの幼虫が。あら、カメラマンさんも大変なことになってる。そうですよ。でその他にエクアトリアルス、あ、ポンテにも幼虫出たんで、あ、多分大型カブトムシの幼虫もうち100ぐらい消費例でいいんですよね。私もちょっと困ってます。どうしましょうね、お互い。困ってますね。いや、嬉しいですけどね、これだけ取れるのは。はい、戻しました。もう一ケース残ってます。ああ、あれどうしましょう、ちょっと加水しないとダメですよね。あ、でももう大丈夫です。もうすぐ小分けにするんで。わかりました。で、入れますね。はい、声でいいですか。はい、うん、で、ちょっと重なったとこ剥がし取れてもらって、間引いて、うん、はい、こんな感じ。すごいな、絵面が。ヘルマンミヤマのオスってでかくなるじゃないですか。はい、いや、嬉しい結果でした。めちゃめちゃ本当大成功です。大成功、50超えましたからね。これでやっと三ヶ島さんの平均値に達しましたね。そうですね、なんか最近ね、三ヶ株川さん行ってからなんかもうポテンシャルのね、標準は50からってことで。いや、でも実際50取れると結構困りますよ。困りますね。育てましょう、はい、とりあえずね。頑張ろう、はい、これでほら、オス大きくならないと意味ないのでですね、はい、大きいオス目指しましょう。飼育頑張るぞ、タイトソー、今季はすごい数ですね。カメラマンさんと共にやっていきたいと思います。閉めてください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。なんでそこで頑張ろうって言ってくれないですか。はい、ぜひですね、タイプソーヘルマン頑張れよっていう方はですね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしてます。コメント、ハートマークついてるものに関しては全部読んでますので、ぜひぜひ皆さんお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャ。やっちまったな。やっちまった。